それで、あとね、ちょっとニュースですね。訴えの取り下げがあったんですね。そうなんですよ。で、はい、この前ね、小森辰邦さん、あの方亡くなりましたね。はい、あの広島の大物です。どう。で、息子の龍太郎さんがね、もう亡くなってね。うん、で、小森さんね、あの結局、あの、訴訟の継承しないでもう取り下げっていう形になってます、はいはい、本人が亡くなってしまったのでね、はい、で遺族も継承しないということで、それで全部でなんか、ね、1,2,3,4,5,6,7 あ、14人から取り下げがあります。だから高齢者の方が多いんで、はい、まあ、亡くなった方が多いんですね、はい、ということが、まあ、事務連絡みたいな形でありました。ちょっとだけ、はい、いやこれね、ちょっとね、感慨深いんだけど、これ138番、これ杉根さん。あ、杉根さん。名前言っていいんだよね、これ。あ、倉吉の、これ、この人は県議会議員、いや、県議会じゃん。県議会議員ですね。そう。杉根治さんっていうのはね、これ、あの、ほら、鳥取の初の人権条例。そうそう、人権条例を進めていた。知事、これを成立したいと、あなた、これもうどうなるか分かりませんみたいなことを言って問い詰めた人なんですけど、この時代にちょうどね、私と宮部さんが知り合ったっていうことで、あの、こういう杉根っていう議員がこういう発言をしてるから、聞く、あの、人権、救済法条例か、人権救済条例について詳しいのは誰かっていうことを聞いてたら、あの鳥取ループってのがいると。で、それでまあちょっと話を聞いて、それでまあ面識ができたときに、この杉根さんっていうこの原告の方のこの人の発言を聞いてくださいということで、いろいろとレクチャーを受けたものですから、ちょっと私にとってでもまあ当時からもう相当高齢でしたから、ね、そう、おじいちゃんだからね、その後もなんか選挙で落ちて、落ちて、はい、最後は原告になってて亡くなったんだから、結構、ね、皆さん高齢な方が多かったので、そう、じゃあちょっとごめんなさいね、なんかちょっとニュース、ちなみにあと松本龍さんも、もうそうこの人もまあ遺族の方が継承しなくて取り下げっていう形になってます。そうです、はい、そして次に、あの質問に答えないといけないんですね。信濃毎日新聞の方から、あの事前に質問いただいているので、ではあのお待たせしました、答えていこうかと思います。見てんのかな、ご覧になってますかね、なんかチャットで見えないけど、でももう見てるという、あれ多分それ書かない、そうです。じゃあまず全国部落調査についてネット公開出版の目的を改めて教えてくださいっていうことなんですけども、それはやっぱしね、まあ、とにかくもう知らせることですね。もうこんなあの全国部落調査をね、見捨てた時にこんな情報をね絶対一人で独占しちゃダメだと、もういろんな人が見るべきだっていうことで、まあ、ネットに公開して、でさらにはね出版っていうことをやったのは、まあ、僕は当時ねその裁判所なんかがもうね、なんか紙はいいけどネットはダメみたいな、そういう理屈であれこれ何癖つけられたんで、じゃあ紙で出してやろうっていうことをやったわけです。そうですね、はい、でもちろん出版社なんでね、ちゃんと利益ということも考えてたんですよ。あの1000円だったっけ、一応ね印刷代ペイできるようにちゃんとね利益が出るようにやってたんですよ。だからあのちゃんとまあ出版社としても本来の目的、あとはやっぱりいろんな人に知ってほしいと。ただまあよく金儲けだとかね言われるかもしれないけど、あの本当に金儲けしたければ情報総裁みたいに5万円で売った方が絶対儲かるから、こっそり5万円とかで売った方が儲けるから、僕はそういうことはしないんで、とにかくいろんな人にこれは見てもらいたいということで出版したわけですね。で次に、原告は全国部落調査が差別にしか利用しえないと主張していますが、差別に利用される可能性があることをどう受け止めていますか、いますかと。差別の引き金となった場合、情報公開した側に何かしらの責任があると考えますか。これ結論から言うと、まず差別に利用される可能性はないと思ってるし、情報公開した側に何らかの責任っていうのはないですね、はい、ということが結論です。で、なんでそう言えるかっていうと、あのまず差別に利用される可能性って言ってるんだけど、もう可能性とか言ってる段階じゃないですよ。このデータ出てからもう5年ぐらい経ってるわけでしょ。だから可能性云々じゃなくて、もう起こってるかどうかっていう話なんだけど、起こってないわけです。で、最初は、あの、法務局に部落差別なんかのね、あの、この相談件数っていうのが、まあ、統計取ってるわけです。法務省人権擁護局が。で、全国部落調査公開したら次の年ガーンって減ってますからね、相談件数が、はいはい、だからどっちかっていうと、これ部落差別に利用されるっていう、部落差別解消に利用されてるんですよね。で、それが多分ね、法務局にとっては都合が悪かったのか、もう今差別の基準が変えられてまたガーンって増えてますから、今度はもうこの情報公開するだけで差別っていう風に認定になったんで、もうあの統計が全く意味をなさなくなった。それとこの松田さんって方に言いたいんだけど、それを言い出すんだったらばね、2008年か7年か
滋賀県でね、約1000件分の、約1000件の、解放ドメインのその名簿が流出したことがありましてね。で、それ結局、向こうの方は実際公表してなかったよね。公表一応流出したことは公表したんですよ、解放ドメイン。したのかな。だけど、じゃあそれで何毎年琵琶湖で10人ブラックサービスで死んでるなんとか言ってましたけども、じゃあそれで何あれだって、あれってね、なんだっけ、住所生年月日入ってました。あとそれとほらあれ、住所生年月日、氏名、記念って言ってね、そのブラックの業者が入ってる団体ですね、で、そういうところ参加の有無だとか書いてあって、いやむしろそんな全国ブラック調査なんかよりもね、よっぽど個人情報がバンバン載ってたんだけど、じゃあそれで何か事件が起きたかったら聞いたことないですからね。で、差別に利用される可能性っていうことだけど、じゃあ差別に利用されるって、じゃあどうやって利用するのっていうことなんですよ、それは言葉でこうやって書くのは簡単だけど、利用するってじゃあ具体的にどう利用するんだっていう。で、僕裁判でもそのことは言ったんですよ、解放同盟側にね。自分の戸籍謄本出して、で、ここに全国部落調査がありますと、はい、じゃあどうやって差別するんですかって言ったら答えられなかったんですよ。ね。だっておかしいでしょ？だって住所を全国部落調査と照合って言ったって、全国部落調査って大体大技ぐらいまでしか載ってないから、あれでピンポイントに部落の場所特定できるわけじゃないし、そうそう、じゃあそこは、じゃあ仮にじゃあガチで部落だったって言ったところでね、その住所だのね、本籍地だの、いくらでも自由に動かせるわけです、はいはい、じゃあそれで部落だなんていうことがね、特定できるのかっていう話なわけですよ、はい、だから差別に利用されるって言っても、すごい具体性とかリアリティがないわけです。だから具体的に、例えばこういうケースはどうですかとか言ってた方が分かるんだけど、で、少なくとももう5年経ってるんだけど、差別に利用されたケースなんか全く出てないわけですよ、うん、で、何らかの責任があるとって言うけど、だってこちらはね、もう出版禁止させられて、マンションとか車まで差し押さえ受けてるんですよ、仮処分で。これ以上何責任取れっていうのと、うん、で、なんか怒ってないのにこっちは責任取らされてるわけですからね、こうやって集団訴訟を起こされて、うん、普通の人だったらこんなんビビって逃げますわ、こんなの、うん、ね。だから今で責任があると考えますかっていうのは、それはおかしいと思うよ。こうやって差し押さえまでしてね、こんな集団訴訟されて、責任って出てるじゃないのって、すでに出てるし、出てちゃんと責任取ってるし、で、責任も以前にその差別に利用されてないし、5年経っても、うんうん、ということです。はい。だってね、確かに責任って言われたって、まあ、こうやって、まあ、その責任の結果が、まあ、訴訟起こされてるってだから、それでなんか責任取ってる、今さら責任取って、じゃあこれ以上何の責任なのって、なんか死ねとでも言うんですよね、うん、そうそうそう、まあ、というと、じゃあ、まあ、2人で、まあ、飛び降りるということです。次に、信州大学工学部出身ということなのですが、大学在学中に部落問題への関心を強めた経験や出会いがあれば教えてください。これはもう新米ならではの質問なんですけども。信州大学に入ったのが1997年で、うん、その時はね、教養課程っていうのがあったんです。今ないけども、信州大学って面白くて、松本にキャンパスがあって、うん、あとは伊那と長野市、うんうん、あとは上田市かな、分かれてるんだよ、キャンパスが学部によって。で、工学部は長野で、僕は多分最初1年はみんな松本キャンパスだったんです、当時は。今はもう違いますよ、確か。で、そこにね、実はね、1997年信州大学に部落問題研究会っていうのがあったんですよ。ただそれ実態としてね、部落問題研究会っていうのは活動してなくて、社会問題研究会って名乗ってました。で、今もそうだと思うけど、信州大学って民生、共産党の牙城なんですよ。自治会なんかもう共産党が支配してるから、うん、ただその社会問題研究会は多分中核派系かな、その辺のセクトかな、自分らは中核派じゃないって言ってたけど。それで、僕その時ちょっと面白いなと思って、その社会問題研究会の人にね、声かけたんです。個人名言うと八木渡っていう人です。これもう今でも有名人ですよ、松本だったら。今もなんか NPO やってると思うんだけど、八木渡っていう人がやってて、その人がそのまあ、一応社会問題研究会を仕切ってて、で、まあ、別名部落問題研究会なんですよね。あ、ちょっといい、一応こういうのに答えてあげたら、松本に住んでたんです。で、それで
ただね、僕はその八木渡に聞いてみたんですよ。これ、部落問題研究会ってあるけど、これ何してるんだって聞いたら、いや、うちはあんまし活動してないと。で、なんで活動してないんだって聞いたら、中央本部と対立して、で、もう相手にされてないと。解放ドームの中央本部。だから、おそらくね、中核だから、全国連携ですよね。長野県って全国連が強いですから、部落解放同盟全国連合会って言って、まあ、セクト系の団体で、中央本部とは喧嘩別れしたんですよね。だから、おそらく信州大学もそういう系統で、だから、その、面白いのは、だから、その、八木さんとか言ってたのは、やっぱ解放同盟の知見集団だって言ってたんですよ。だから全国連からするとそういう認識なんですよ。解放同盟の中央っていうのはもう政府とつるんで暴力振るって、あの公金をあの かすめ取ってると。なるほど。で民生なんかはもうそうですよ。民生なんかまさにそう。あの民生の人も解放同盟は暴力利権集団だと、ね、だからあのそういう全国連なんかの人はもう暴力利権集団っていうし、で民生なんかもっと解放同盟は暴力利権集団っていうから、うんうん、少なくとも解放同盟の中央本部っていうのはもう信州大というのがまあ僕の信州大学の在学中の思い出です。はい、だから信州大学はあんまし部落問題とかそういうのはあんまり取り組んでないというか。ちなみにね、私のとこがね、あの最初ね新入生に入るとね、そうすると部落解放研究会だったの。学生会に、はいはい、こんなんなんだ、面白そうだと思ってね。法政大学で。そうで、そしたらさ、あの結構そういったことに関心のある最後の人、あそこ絶対入っちゃダメって。あ、やっぱり。なんでかっていうと、解放同盟系じゃなくて中核派だ。うちの大学は中核派だから。そうなんだ。中核派の法政っていうのは中核派のガチョウだから、もう全国連携、つまりその中核派系だったんですね。そういった意味でやばいやつらが多いから、実際そんな解放運動なんか全然やってないし、やばい奴らがやってるからそこは行っちゃダメっていう、まあそういうことがありました。だから今の話と似てるよね。そうですね。あ、じゃあ偶然そうなんですね。そう、うん、ということなんですね。だから解放同盟や信州大学は入り込んでなかったんですね。次に、部落に関する情報だけなく、あらゆる情報は悪用の可能性がある一方で、情報が隠されることもまた危険だと思います。情報が開かれていることの価値、意味をどう考えていますか。それは大事でしょって言ってないの。まあそれは価値があると思います。やっぱしそれはね、歴史を振り返れば、その情報を隠蔽してね、隠蔽した国と情報が開かれた国と、どっちの方が悪いことをしましたと。やっぱり情報を隠蔽するっていうことの方が悪い結果を生んだでしょう。そうで、情報が開かれるっていうことで、なんかその悪いことが起こったっていうことが歴史上あるかどうかっていうと、あんまりないんじゃないですか。やっぱりどっちかっていうと、歴史を振り返ると情報を隠蔽されるっていうことの方が悪い結果を生んでると。そうなんですよ。あのね、例えばね、そのこうやって言うけどもさ、例えば津市の問題だって、もうあれなんかもう典型例なんだけど、そうですね、役所の中の情結局何されてるのかって分かんなかったわけですよね。ずっとだからもうね、要するにね、あんまりまあ筋の良くない議員がいて、じゃあおめえな、あそこどれだけみんな怖がってたんだよと、あんなやばいとこね、みんな関わりたくなかったんだと、うん、まあそういうふうにおっしゃるわけですよ。だからやっぱり本当にずっとタブーな状態、密閉された空間だったらこそ、ああいう田辺みたいな人間が出てきたわけで、うん、それはやっぱりもう、それはね、やっぱりこう広くそういった情報を伝った方が、そういった犯罪抑止とか、犯罪抑止じゃないの。そうなんですよ。だからね、僕残念なのはね、やっぱ2000年代、2005年、個人情報保護法ができてからちょっとおかしくなってるんですよ。そう、2005年ぐらいまでは本当にね、裁判所なんかも司法もね、どんどん情報を公開すべきっていうところがイケイケだったんですよ、はい、市民団体もそうですよ、はい、とにかくどんどん情報は出すべきだと。出すべきだって、そうそう。で、情報公開訴訟することになると、結構ね、そのオンブズマンとかに有利な判決を出してたんです、うん、裁判所は、うんうん、ところが2005年に個人情報保護法ができてからゴロッと変わってしまって、裁判所もどんどん情報を隠すようになるし、うんうん、でまた隠すってことはなんかモラルみたいになっちゃったって感じ。そうそう。で、市民団体もちょっと手のひら返して、個人情報守れ、個人情報守れ、プライバシー守れっていうふうに、こう手のひら返しちゃったから、じゃあプライバシーですねっていうことで、本来だったらね、今までだったら行政情報として公になってたものがどんどん隠されるようになってしまって、で、やっぱその辺からおかしくなってしまったんですよね。だって前も2人で話したけどさ、ね、96年にカルベルバーモルフェンがね、そのニュース2-3ってやつで3日間連続でお話をされるわけですよ、その情報公開について、はいはいはい、その時にみんなね、
情報公開っていう心をときめかしたはずなんですよ、うん、すごく。え、今までなんか全然そんな密室みたいなかったのにって言って、みんなそこで結構ね、みんなあこれから開かれたと思ったら全然、そうそう、ね、閉ざされちゃったじゃないですか結局。そうそう、だから、うん、だからまあね、小泉内閣の頃なんてね、うん、なんか国会議員のね年金の未納なんかが告発されたでしょ。そうそうそう、あんな完全に個人情報なんだけど、当時は あいつが未納だって言ってね、そう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 、内部からそういう通報があったりしたので、今もうそういうこと考えられないですよね。個人情報とか言ってどんどんその情報が隠されるようになって、ご自身の中に公開すべき情報と隠すべき情報の線引きがありますか。僕の考えなんだけど、やっぱ情報っていうのはね、隠したい情報は自分で努力して隠しましょうと、うん、それでもよくわかんないね、それ。実はあまり公開すべき情報と隠すべき、まあ法律上だとね、個人情報というものはプライバシーに該当するような、これ誰、ご自身が、これいや、これ知り合いからの質問ですよ。いやいやいや、全然なくて、ご自身だ、ご自身の中っていうか僕の中ですけど、それさ、例えばさ、俺だってさ、人の貯金の額なんて、そう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 、僕だってそんなね、あんましそんな家族のなんかプライベートなことは言いたくないですよ。だからそういうのは別にね、自分の責任で隠してますから、そんな、うん、ちょっとよくわかんないなこれ。で次、後半の中で、後半じゃないですよ、口頭弁論ですよ、これ。あ、ちょっと待って、安倍政治を許さないって、この、これ、安倍政治ネタっていうか、もらったから飾ってたからね、ネタだからね、こんな真剣に考えないで、そんなこと。はい。次、なんか全国部落調査のネット公開は公共の福祉にかなうものと述べられたものが、全国部落調査の公開による公共の福祉とは何でしょうか。もう、これは言ってみればね、まあ、特に最近のことなんだけど、もう同事業のね、その悪い部分というのがもうあれで可視化されますね。うん、結局ね、その部落問題とか、そのこの部落に絡むこう不正腐敗というものは、やっぱ部落はどこかっていうのは分かってこそ分かるもんなんですよね。うん、で、津市の相生町のあの事件なんかも、はい、あれ多分事件者が報じなかったら童話のどの字も報じられてないと思います。あれが童話事業に絡む、その童話地区というものを津市が優遇してたっていうことね、それが事件の原因になってるっていうことにね、うちがやらなくて出なかったし、じゃあそれを知るためには相生町が童話地区っていうことを知らないといけないわけです。で、いやいや、あれは田辺個人の問題だとかね、そういうふうに言われるかもしれないけど、だってでも童話地区だから、あえて人権担当理事がね出てきて、そんな庁舎内で金受け取ったりしてたし、その林保官がその自治会の駒使いみたいなことをしてたわけですからね、あんなん童話地区じゃないとないんです、あんなことは。で、童話地区特有の問題なんですよ、ああいう林保官の職員が駒使いにされるっていうのは、津市だけじゃないと、あっちこっちでありますわ、そういうことは。だからそういう、伊賀だってそうだしね。そうです。だから童話事業に関する問題っていうのは、当然部落はどこにあるのかっていうのを知らないと、分かんないわけですよ、取材もできないわけです。で、公共の福祉っていうことであれば、その例えばそのラムザイヤーさんの研究なんかバリバリ使ってるわけですからね、この全国部落調査を。で、それによって、いや、そもそもね、この部落差別っていうのは、この水平社が設立されて以降にでっち上げられたものじゃないかって言ってラムザイヤーさん言ってるわけですね。これものすごく重要なことなんですよ。でもこういう発見っていうのは全国部落調査でがあってこそこういう研究ができたわけで、で、まあ、もうすぐ水平社宣言から来年で確か100年になりますよね。で、このラムザイヤーさんの主張をですね、絶対政府の人間とか解放同盟認めないと思うけども、でもこの100年間ね、ある意味無駄なことをやってきたっていうのは分かったっていうのはすごく重要なことで、これをちゃんと生かしていけばね、これから の福祉行政とかですね、こういう差別問題にどうやって向き合っていくかっていうことでものすごく重要なことになるんで、そういう意味でこの全国部落調査によってですね、この過去の童話事業や部落差別やそういったものというものがね、全貌というのが明らかになるっていうことは、もうこれから将来このね、この福祉とかそういう人権とかいうものを考える上でものすごくね、公共の福祉に、ね、貢献していくと思います。次に、
あ、人間に光どころか闇よこれ。そうです、あ、人間に光、光あれどころか闇だらけになってますねっていうね。あの、だから、水平社宣言もね、やっぱりいろいろ是非があるわけですよね。ごめんなさい、こんなのもありますよ。あ、こんなのある。差別のない共生社会の実現をとかで。いや、こういうのも配られるんですよ。はい、ごめんなさいね。はい、で、どこまで行ったんだっけ。次に、出自や失病、性的指向など極めてプライベートな情報であり、仮に差別される恐れが全くない安心してオープンにできる社会だったとしても、誰がどのように明かすか明かさないは自己決定にのみ委ねられるべきで、勝手に強制的に開示するのはアウティングではないかと私は考えています。全国部落調査の公開出版がアウティングに当たらないと考える理由を改めて教えてください。で、アウティングっていう言葉は、これはあのどっちかというと同性愛とかの話なんです。 LGBT の話で、ブラック問題の話じゃないんですよね。だからブラック問題の話で、このアウティングっていうこの同性愛の話を持ち出すっていうのは、まずそもそもお門違いで、あのこれって一橋でさ、のあのあれほら、はい、なんかその自殺事件があったのかな、自殺があった時に、 あ、はい、あれで結構アウティングって言葉が注目されてきて、ほんで解放、あのさ、どっちだっけ、そう、解放同盟は勝手に乗っかってるだけで関係ないから、あれは、うん、あれは同性愛の話だから、アウティングっていうのはブラック問題全然アウティングって関係ない話だから、ね、でそれともう一個ね、いい、この一番質問ね、はい、出自や失病、それから、性的指向などプライベートな質問情報であるって書いてあるけどさ、これどんなさ、全然まるで前提が違うじゃない、こんなの、うん、プライベートじゃないです、部落なんてあんなもん、ね、盛大に童話事業やったわけだしね、うん、でなおかつ個人的なものじゃないですからね、地域ですから、あれは、うん、でそれとさ、使命ですから、俺ら例えばさ、あの別に例えば誰それさんが、いやあいつ何コロナやでとか別に言うわけじゃないんだし、そうです、それ、それとね、これ言い出すんだったらね、北口末広さんは生活保護、滋賀県の愛荘町ってとこで童話地区の問い合わせ事件っていうのがあったんだけど、それを問い合わせた人の生活保護歴、あるいは通院歴、それも通院といってもメンタルの病気だったよね、あの方はね、はい、そういったことを集会で堂々と公表なさってますから、でそれ言ったったら、まあ、まあまあ私たちに聞くのもいいけども、うん、北口先生にそんなことをやっていいんですかって聞いてください。で、ね、アウティングっていうのは解放同盟がやってたんですよ。遡ると昭和50年代ですね、あの狭山闘争、そのゼッケン投稿とかやってましたよね、あれ立場宣言、ね、あれ立場宣言とか、あれあの授業でね、学校で小学生とか中学生とかに、私たちは部落民ですって言ってたんですよ。でそれ解放同盟の方に人にも今回あの裁判の中で証人尋問で聞いたんですよ、そういうことをやってただろうって。で3人ぐらい認めてましたよ、そういうことをやってたって言って。でそれは だけど自主的に、それは自主的な取り組みですって言うけど、小学生や中学生に自主的な取り巻きなんてないでしょ、そんな強制的に言わされてたに決まってるでしょ。小学生や中学生が自主的に自分ブラック民ですなんて言うわけないじゃないですか、うん、そういうことを、いや本当2000年に入るぐらいまでやってたんですよ、鳥取県とか地域にもよるんだけど。で長野県でもやってたんです、長野県でやってたのは 北進とか、あとは稲の辺かな。で信州大学のある松本氏がやらなかったんですよ。あの教育委員会がもう大反発したんです、こんなこと やられたらたまらんと。でなんでブラック民宣言っていうね、このアウティングを解放同盟がやったのかっていうと、それはあの石川さんは無実だっていう運動を小学生中学生に子供を出しに使って、そういうね政治的な運動をやるためです。だってそれをやったら、ブラックの子供がゼッケン投稿とかするわけでしょ、うん、そしたらもうあいつブラック民だって分かるわけじゃないですか、うんうんうん、だからその誰がブラックの子供かっていうのを暴露するっていうことを政治的な都合でやったんです、解放同盟。だからアウティングではないかとか言うけども、その通り強制的に開示するのはアウティングです、それをやったのは解放同盟ですと。そうそう、うちはやってないですよ、ただ全国ブラック調査公開しただけです。別にあれで個人のプライバシーがどうこうっていうことになるわけではないです、全くもって。なんかね、こういうのそういう様子の写真があるから、そういうのもアップできるけど、まあ、またちょっとどっかで紹介します。はい、次に、仮に今後
人身戸籍が手に入ったらどうしますか、それは公開するに決まってるでしょ。人身戸籍になって手に入ったらぜひ皆さんに僕見てもらいたいと思いますよ。でなんで人身戸籍を持ち出すかっていうと、まあ想像するに人身戸籍にその身分が書いてあると思ってるわけでしょ、うん、でもあれでも一部でしょ僕、ね、その本当はっきりしてほとんど書いてなかったっていうふうに言われてますから、うん、人身戸籍には。いやこれねひょっとしたらさまださ、いまだに戸籍にブラック書いてあるとかなんか言う人いる、言う人いるけど、これね、うん、これはね、詳しくはね、ブラックはどこ、ブラック民は誰を呼んでほしいんだけど、うん、明治4年式戸籍ですね、人身戸籍、うん、そこに詳しく書いてます。誤解されてるんだけども、当時にそんな得た否認だとか新平民だとか戸籍にね書くなんていうような決まりはなかったですから、役所むしろそれやめろっていう話になってたわけですから、明治4年の時点で。だからもし人身戸籍に身分が書いてあったとすれば、それは役所の人間が間違ったことをやったっていう場合ですから、うん、だからその正式な手続きとして身分が載せられたっていうわけではないですよ。役所の人間が間違ってやったっていうんだから、そういうのはあくまでごくごく例外的なものであって、人身戸籍見たら立ちどこに誰が部落民か分かるっていうものでもないわけです。で公開するっていうことに関しては僕の別の動画見ていただければ分かるけども、得た人別帳を公開してますからね、埼玉県深谷市やしますもん、ね、山川村の得た人別帳を公開してますから。でさらに川崎のなんか文書館に行って、その得たの人たちがその後どうなったかっていうのを追跡してますから。で明治の初期に得ただった人たちが長谷川って名乗ったっていうところまでもうがっちり僕証拠を押さえて公開しましたからね。だから埼玉の山川の埼玉工業大学の近くの長谷川さんはもうほぼ 100% 得たの子孫です。はい。もうしっかり僕証拠を押さえてるから。で、そのことについてじゃあ法務局とか大騒ぎするのかって言ったら全くしないですからね。で、現地行ってみたけど、もうそこはもう多分童話事業やってなかったし、多分解放同盟なんかも活動してなかったのかなと。ね、それとね、この戸籍を飲むのかってことで言うとね、まあ、メディアの人でもさ、結構まだそういうこと言う人いるわけ。うん、戸籍に部落とか書いてないですか？これさ、2009年にね、これブラウドコに書いてある、ブラックってどこ、ブラック民じゃないっていう自営者出した本の中にも書いてあるんですけど、ね、解放同盟の中央本部がまだ六本木にあったときに、うん、和田健一さんっていうね、解放同盟の方、あれ、都連の役員だよね、方が講演会やったんだけど、質問タイムのときにね、その、お客さんから聴衆から、え、こんな戸籍にね、部落って書いてあるってよく言われますけど、それ本当ですかっていう質問があったんですよ。そしたらね、和田さんはその時に、いや、そんなこと書いてません、そんなことあるわけないじゃないですかって言って、自分の戸籍見てくださいよ、そんなって言えばいいものを、それ答えないんですよ。そんなことありませんよって、絶対今の戸籍でそんなこと、はい、ブラック民ですとか、はい、エタですとか、新平民ですとかって書いてるはずないんだから、うん、だからそういうところを非常にこうずるいというかな、論非常にね、ずるいんですよ、そこ、うん。お二人は石川さんを犯人だと思いますか？ね、これね、よくあの辺の人に聞いた話は、よく言われたのが、要するに向こう、結構ね、はい、人が、はい、ちょっとあんまりこうそこがよろしくなかったそうで、地元の部落民が売ったという、その地元でよく話は私聞いたことありますけど、でもまあそうだとしても犯人、まあ、僕は犯人かどうか分かんないっていうところじゃないですか、やっぱり、うん、もうそこはあの事件に関してはね、なんかその辺の事件そのものっていうより、事件の背景にあるその海洋道路の運動とかね、そういうのに僕は興味あるんで、じゃあ次の質問いきますか。はい。原告側書面には、宮部さん隠すことこそ差別を助長すると話したとありました。全国部落調査の公開は差別をなくすために当事者に代わって開示するということなのでしょうか。ね、そういうことではないですね、結論から言うと。で、ここに当事者って書いてあるでしょ。うん、当事者って誰なの、うん、うん、そうなんですね。当事者に代わってってあるでしょ。いや、僕当事者だし。あ、だよね。当事者だよ。だって、ね、部落問題に関しては皆さんが当事者です。だって同体心等心に国民的課題って書いてあるんだから、国民皆さんが当事者ですよ。だから当事者に代わってじゃなくて、当事者が開示してるんです、以上。というふうにしか僕は言えないです。はい。当事者っていう言葉には、本当に気をつけた方がいいです。うん。
よく在日問題とかでも当事者とかいう言葉を使うけど、じゃあどこからどこまで当事者なのと、うんうんうん、おかしいの、在日の人にね、なんかあんたはマジョリティだみたいに言えるけど、じゃあ何なのそれって、あんた国籍投資できるのと、ね、4代ぐらい前までの先祖分かるのと、そうなんですよということで、うん、じゃあ当事者って誰なのって、なんか簡単にこういう言葉は使うけども、うん、当事者とかマイノリティとかって、じゃあ具体的にじゃあ誰を指すのっていうことを考えると、なんかすごく意味のない言葉なんですよね。そう。これも結構バズワードというか。その辺ちょっと浅はかというか、マイノリティってじゃあ誰がマイノリティなの、じゃあ自分マイノリティじゃないのと。だから僕はね、人間みんな当事者だし、みんなマイノリティだと思いますよ。一人一人違うんだから。ね。で、誰だっていろんな問題に意見する権利あるんだから、みんな当事者ですよ。ね、みんな違うんだから、みんなマイノリティだし、みんな当事者です。というのが私の考えです。で、次、地名などの情報を公開することはどう差別解消につながると考えますか。まあ、ラムザイヤさんが一つ証明されましたね。ブラック差別のインチキを暴きましたよね。だから、あの考え方を受け入れられていくと、やっぱり、どんどん解消されていき、いくと思います。やっぱ、今まで間違ってたのは、その差別されてた身分というのが江戸時代に人為的に作られて、うん、で、それが今のブラック差別につながるって言ってるけども、うん、その昭和の終わりぐらいからどんどん研究が進めるにつれて、どんどんそれが懐疑的に見られていくわけですよね。まず江戸時代に作られたっていうこと自体がまず間違いだし、もっと昔からあったんじゃないかと、うん、で、差別されてたっていうのも、いや必ずしもそうではないぞと、得た否認の扱いもやっぱ地方によって違うし、うん、中にはものすごくこう権力を持ってた人もいたわけです。得た頭とかね、あと大阪のね、何話なんか、そこは川屋の豪商なんかがあったわけでね。で、必ずしも川とか扱ってたばかりじゃないんですよ。土地を持ってるような大地主の家なんかもあったわけです。だから、そういうことがどんどん公開されていくと、こうブラック差別を解消する方法ということのね、道筋っていうのも見えてきますよね。今までは差別があって、それが原因で貧困があったっていうふうに言われてるけど、いやいや違うぞと。ね。いや差別されてたと言われていた昔の時代も金持ちの得た否認はいっぱいいたんだと、うん、でもうラムザイヤーさんに至ってはもう共産主義者と犯罪利権屋がでっち上げたとまで言ってますからね、ブラック差別を。だからそういうことは分かっていけば、本当にじゃあ自分なくこれからなくさないときになるのはどうなのかと。しかもさ、実際問題さ、世間の人、一般的なブラックのイメージってさ、川の近くで水使ったらすぐに流れるみたいな、そうそうそう、その程度のイメージしかないよね。全然そういうことないですからね。実際、むしろ一等地多いもんね。うん、実際、全国ブラック調査で、実際、現地を訪れると、本当、イメージ変わりますよ。本当、いいところに住んでたりっていう。だって、相生町なんてさ、場所で言ったらめちゃくちゃいいところなんだもん、うん。で、隠すことが差別を助長するっていうのはね、結局隠すっていう理由が差別的にならざるを得ないわけですよ。情報公開なんかの原則で、何か情報を公開することについて説明する必要はないんですよね、うんうん、だけど役所が情報を公開しないって言ったら、じゃあなぜ公開しないのかっていう説明責任が出てくるわけです、はい、で、そうやってじゃあ部落の地名っていうのは役所が公開しませんっていう説明責任ができたときに、じゃあ役所はどう説明するんですかって言ったら、いまだに根強い差別がありますとね、結婚差別があります、就職差別がありますってね、その実態とかね、地域によっても違いがあるっていうことを全然無視して、一律にそう答えないといけないわけですよ。こんなこと100年も200年も続けられるわけないでしょ。だけど公開するっていうようなね、決まりにすれば、そんな差別的な説明しなくていいわけですよ。部落なんて別に通ってことないし、安心して住めばいいっていう話になるわけだけども、まあ、そのパラドックスにね、なかなかね、まあ、確かに皆さん気づいていないというか、気づいていても言い出せないと、うん、だから、いや、だからいかにラムザイヤー論文が吹っ飛んでるかって、そうそう、ラムザイヤー論文がすごいわけです。だからこの部落の地名を隠すっていうことは、果たしてこれ100年も200年も先もこんなことがねできるのかっていうことを考えた方がいいです。だから隠すっていうことをずっと続けるんだったら、ブラック差別ある、ブラック差別あるって言い続けないといけないわけです。そういう意味で隠すことこそが差別を助長するってことです。
で次に、たとえ結果的に差別を助長することになったとしても、自分の出自を開示するから、当事者個々人の自己決定のみ委ねられるべきものではないかと私は思っているのですが、いかがでしょう。当事者というのは皆さんが当事者です。以上。ということです。はい。あれ、さっきそれやらなかった、ね、なんか書いてあるけど、まあ、当事者っていうのは皆さんなんで、はい、皆さんが当事者なんで、うん、皆さんが決定です、うん。誰でも決定していいんです。以上。だってね、部落に誰でも住めるし、本籍地も移せるわけだから、皆さん当事者ですよ。だから別に誰かが特権持ってるわけじゃないから、皆さんが公開していいんです。これさ、要するにこの文脈としてさ、当事者ってこれ、多分そこに住んでる人とかね、そこの出身とかそういう意味ですかね。いやじゃなくて、これ解放同盟のこと言ってんじゃないの？同盟のこと言ってんでしょうか？当事者。同盟は当事者でもなんでもないですよ。いやいや、でも この方は多分、少なくともそう思ってるんでしょ？あのね、解放同盟ってもう、副委員長が認めてるけど、誰でも入れない。入れるんですよ、部落出身じゃ。で、原告の中にも自分部落出身じゃないって認めてる人が何人もいるんで、ね、そういう意味じゃ当事者がどうかなんてことどうでもいいことですからね、こんなの、うん、はい、皆さんが当事者です。で次、宮部さんの主張からは、童話は多分部落は特権という問題意識、嫌悪に近いような感じなんですが、部落問題をどう捉えているか改めてお聞かせくださいと。これなんか今はもうなんかね、ラムザイヤーさんの論文に僕全面同意しかかってるんですよね。うん。やっぱりはでっち上げられたんじゃないですか、うん、明治以降に、うん。やっぱりそう考えると、辻褄が合う部分っていうのは。だからその水平者っていうのが、結局あれでしょ、その社会主義っていうか、そのマルクス主義とか、あっちの方と。そうなん、やっぱりね、新しい権力者は昔を否定したがるんですよ、うん、江戸時代っていうのはもう暗黒だったと。で、その得た否認とか非差別身分っていうのを権力者が作り出したっていう、そういう歴史観を作り上げてしまうんですよね。で、その後にそのもうラムザイヤーさんは松本治一郎をなんかこうね、反社会組織の親玉みたいな言い方してたけど、まあ現にその通りですね。確かにあの人相当黒いことやってますからね。僕も直接聞いたことない、JRA だったかな、電力の鬼と言われた松永、うん、なんだ、文左衛門じゃないやろ、うん、利権屋ですよ、松本治一郎は。で、それの、その松永の下で九州電力とか作ったいろんなその松永さんの下で、あの人は、うん、あの人いっぱい黒いことしてたから、僕も一つ聞いたことがあるのは、あの人に何か JRA の、裏口入社みたいなのをね、はいはいはい、なんか口利きがあって断ったみたいな話を聞いたんで、松本治一郎からそういう口利きされたっていうような話も聞いたことあるから、あれ人の名前は思い出せない、うん、だから相当あの人黒いことやってましたよ、うん、いやもうそんなのそれはね、うん、だからそのでさらに水平社より前、松永康さんもありがとうございます、すみません、源泉が主人さん、すみません、ありがとうございます、はい、だから水平社の前っていうのはやっぱなんかよく分かってないんですよね、はい、明治の初期の部落の歴史なんてなんか空白になってるんですよね。あで逆に言えばね、研究者に言わせると結構都合が悪い話が出てくるから文章は破棄されてるとかね。あ、うん、で都合悪いっていうのは、まあ、結局犯罪が多かったとか、そういう話もあるし、あるし、あとあとは部落改善事業ね、結構成果出してたんですよ。その水平社宣言でね、水平社宣言おかしいのは、そのなんか融和企業というものがちゃんと効果が出なかったみたいなことが言われてるけども、融和企業は水平社ができた後です。で水平社の前にも確かいろんな団体あったんですよ、うん、その部落を、うんうんうん、それは正確には融和事業団体じゃなくて改善事業ですから、あれは部落改善事業団体ですから、それが水平社の後にその融和事業っていうのが国が国策として出したっていう流れなんで、同胞融和というね、そういうことです。だからむしろ水平社ができてから以降におかしくなったんじゃないかと。でラムザイヤーさんがでっち上げって言ってるのは特に大阪のことを言ってるんだと思います、うんうん、大阪や京都のことを言ってるんだと思います、うんうんうん、確かに大阪や京都の都市部の部落っていうのは得た否認とはとても関係あるとは思えないです。ただ貧乏人が集まってスラム化したところで、それがあたかも得た否認の子孫であったかのような幻想というかね、アイデンティティをでっち上げたわけです。だからまあ農村部はまた違いますよ、でも大阪みたいな都市部とか京都とかその辺りに関しては確かにね、その
このブラック差別だとか、そういうブラック民っていうアンディンティはもうでっち上げられたものだっていうのは確かに間違いないと思います、はいはい、だからどういうふうに捉えているかっていうと、今だとこのラムザイヤーさんの話 100% それが正しいとは思わないけども、かなり当てはまっているところがあると思います、地域によっては。だから基本的にはその部分も大きいと 思います。そろそろこれ大丈夫かな。あ、まあまあまあ大丈夫です、はい、次、今回とは裁判とは関係なく、部落にルーツがある人が部落を理由に差別されるという現象に対しては一個人の感情としてどう思いますか。これね、僕部落を理由に差別されるっていうのは正確じゃないと思う。やっぱりね、深刻なのはね、解放同盟の活動をやってるようなところで、やっぱしあそこの連中とは付き合いたくないっていうのはやっぱり、そのあまりにもその同和事業の腐敗がひどすぎるんで、愛生町だってね、田辺事件があった愛生町だってもうボロクソに言われてるから、あそこが、でもそれが差別かっていうと言えないんじゃないか。それは、ね、ボロクソというか、もうね、それはね、出てくる話があそこは誰それは元なんとかのヤクザの射程だったとか覚醒剤でやってたとか、もうそんな話ね、一つや二つじゃないんですよ。それで動画とは別で、やっぱりね、全然別で、それはやっぱり怖いんですよ。やっぱりこれはだって、そうそう、ね、この聞いてる記者さんだってさ、それはさ、じゃあ例えばね、じゃあ自分のご主人か彼しか分かんないけども、ね、どういうふうか分かんないけどさ、ね、じゃあ覚醒剤やってヤクザでしてもんもん背負ってるみたいな人とさ、じゃあそんな風に親しくないこの人多分女性でしょ、ね、でこの人、じゃあそういう男の人と親しくなりたいかって言ったらならないでしょ、そんな。で、解放同盟の人なんかもう相当ずれてるですよ、結婚差別されました、親戚が結婚差別されたとかね、まず一人ね、自分の兄貴が結婚差別されましたっていうね、血の涙を流してましたっていう人がいて、証人尋問に出たんだけど、僕その人がね、その兄貴が3000人ぐらい率いる暴走族の総長だったっていうことを本に書いてあったの僕知ってたから、そのこと聞いたわけですよね、それは認めてましたよ。だからその部落民同行よりその暴走族の総長っていうことが原因じゃないですかと。そしたら、まあ時代背景を考えてくださいって言うけど、いくらね、そのヤンキー前世時代での3000人率いる暴走族の総長がそんなゴロ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 してるわけじゃないじゃないですか。それで結婚断られて血の涙って言っても、それは自分悪いんでしょとね、そういうことをやったんだからと、それで部落差別に結びつけるっていうのはちょっとおかしくないですかというふうに。であとはね、もう一人、倉吉の人、その人も結婚差別がどうこうって言うけど、自分の結婚式の披露宴にさ、解放同盟の連中がいっぱい来て、まるでそのブラック解放の集会のようですかとか言ってね、自慢げに話してるわけですよ、でも嫌でしょそんなの、絶対来たくないもうね。いや、解放同盟じゃなくても、そのなんかね、いや、それはもう自民党でも共産党でも何でもいいですわ、なんかそういう特定の団体の関係者が結婚式の披露宴にね、バッと出て、なんかそういう政治団体のね、その集会みたいになるって、そういうのをやっぱり嫌だっていう感じを持つと思いますよ、人によっては。でただ、就職、付き合いを先は直接バトルでもあんまり聞いたくないからないですよね。だから現象に対してはって言うけど、本当にそれ部落差別なのって考えた方がいい。で、最後になんか九州の人だったかな、僕もその、いや、結婚差別を受けましたと、ね、最終的には結婚できたんだけども、なんかいろいろ言われましたみたいなこと言われるんですけど、いや、そもそもね、なんでその部落出身っていうことが相手に分かったんですかって言ったら、自分が言ったって言うんだから、ね、これもおかしな話で、解放同盟関係の人は自分で言っちゃうわけですよ、自分部落出身ですって、そんなもん言わなけりゃいいのにと、ね、その言わなけりゃいいかっていうか、言い方の問題もあるわけですよね、いや、それとさ、ほら、解放同盟のね、役員を書かれる時点で差別されて、そんな自分の親父は解放同盟の役員ですって、自分もなんか支部に入ってますとかになると、それはやっぱブラック差別とはまた違うんじゃないかなと。いや、解放同盟、そのブラックの住民みんなが解放同盟員じゃない。
ないから、ほとんどの人は全然そういう団体とは関係なく生きてるし、そういう人が部落出身でどうだこうだのってこと言わないから、それは聞かれたらね、聞かれたら確かに自分は地元でそういう話があるみたいなことは言われるかもしれないけども、それ以上でもそれ以下でもないからね。じゃあね、これはちょっとサービスで言うけどね、今回まあいいか、ちょっとぐらい、何ですか普通のさ IOH の話ってさ、はい、結構解放同盟の内部の人って割と協力してくれたんだよね。ああ、ね、内部かどうかは分かんないけど、まあ内部というかでも一応その関係であることは確かで、その方たちにもう非常にお力添えが大きかったから、うん、まあ解放同盟一枚岩じゃないですからね、うん、あの解放同盟ってものすごくこう地方分権的なバラバラの組織 でトップダウンっていうボトムアップ組織なんですよ、ね、そうそうそう、下から上に突き上げるような組織なんで、下は結構バラバラなんですよ。だから松岡克実の悪事なんかが僕の方に入ってくるっていうのも大体想像できるでしょといるんです。はい、で、まあ、なんかちょっとこの部落を理由に差別されている現象に対しては一個人の感情としてどう感じますか。部落にルーツのある人は部落を理由に差別されるという現象に関して、いやだからさ、それ具体的にそのこの人がさ 見聞きしたものを示してもらうんだ、こういう話が、うん、ちょっと答えようがないですよ、ね。まあ、個人的な例としては、まあ、ちょっと洗脳解かれてくださいと、いや、じゃあ見たんですかっていう、それをまず、うん、じゃあそれを例えばね、じゃあ名前言わなくていいや、例えば S さん昭和何年生まれで、例えばこういう方でせめて なんかこう実際その人がちゃんと存在するっていう人がいて、まあ、身も人もないことを言うと水かけ論になっちゃうわけです。そうその結婚ってものすごくプライベートな問題だしね。でそのじゃあブラックサービスダメって言っても、その年収とかね、容姿とかね、そういうことでものすごく差別的な基準で決めるわけじゃないですか、結婚っていうのは。ちょっといい、えちょっと話いい、何あのね、昔ほら西宮の市議さんに会いに行くの、いたあーちゅうか、あの人個人出しちゃダメだって、バレたらまずいけど、あの人はブラック絡みじゃなくて、在日の話で、それでなんか、婚約破棄してそれで訴えられて慰謝料払わせる羽目になったんだけども、よくよく聞いてみるとね、いや在日だから嫌だったんじゃないと、結局ね、愛情がなかった、そうそう、愛情がなかったんだと、ね、いやだってそれは好きだったら在日だろうとブラックだろうと関係ないでしょと、だからその程度だったんだと、というふうにおっしゃってました。だから実際そうだと思いますよ。あの昔と違って今駆け落ちなんていう言葉は死語になってるからね。いやそんなでさ、しかもさ、そこの兄貴がちょっとその結婚相手というか、その在日の女の人の方の兄貴がなんかちょっと荒くれ者で、お前どういうことしてくれるねみたいなことやって、ちょっとこう難癖つけていて、ね、それで、まあ、例えば死とかにもなんかいろいろとわわいてと、あのね、そんなことするからね、結局なんか在日は怖いとか童話は怖いになっちゃうわけですよ、そんな、うん、でね、まあ就職とか就職とかは差別ないですね。ないです、はっちしでない。で結婚に関しても僕は差別はないと思ってると。だって結婚に届いて出しゃいいんだから、本人が、はいはい、そうですね、親戚がどうこうって言うけど、そんなこと言ってたらね、キリがないでしょと。じゃあ親戚も皆さんが賛同してね、宿泊されて、ね、親戚一同が集まって披露宴してって、それじゃないと結婚じゃないのと、その方が古い考えじゃないですかと、紙ペラ一枚出しゃいいだけの話で、差別も何もないです、今は。はい、次に、建国側はこのリストにリストアップされたものは差別されていいものだという表現を含む攻撃であり、一種のヘイトスピーチであり、不法行為と指摘していますが、この主張に対してどう考えますかという、まずそんな事実はないです。その差別しろなんて書いてないです。全国部落調査はあれは融和事業のための資料なんで、むしろ差別解消のための資料で、ここに載せてる人間を差別しろなんて一言も書いてないですから。えちょっと待って、これってさん、この部落調査自体がそのヘイトスピーチだっつってんのということじゃないですか、このリストにリストアップされたものは。例えばさ我々がね、エタデデケとかで言うんだったらヘイトスピーチって言われてもいいんだけど、80年前の本出したことをヘイトスピーチって言われるのはちょっとそれはそうなんです、うん、だから困っちゃうな、うん、主張っていうのだから、これも主張に対してどう考えますかって、アホでしょっていう、何も考えてないでしょ、とにかく言ってみましたっていう話で、なんか言ってる、自分って言ってることの意味分かってんのっていう。いや、とりあえず言ってみたテストみたいなさ。うん、そう、言ってみたテストみたいな話で、とりあえず言って、なんかそれっぽい言葉を並べてみなしだと、ね。で、それっぽい言葉を並べて、なんかこいつ何言ってんの、アホだなって言って、あれやん、木村そうだよ。うん、
アホだなって思ってても、大抵の人はどうは怖いから、はっきりと面と向かって言わないから、お前アホだろって言って言わないから、うん、だけど僕はもうお前アホだろって言わしてもらうよ、こんな自分で言ってること分かってないでしょっていう、うんうん、なんかそれっぽい言葉ね、だからさ、うん、あの例えばね、その全国プラス調査出版がおかしいって言ったらまあいいやん、それは今は、うん、いいけども、これをヘイトスピーチって言われるのはちょっとおかしい。だからだからこんなバズワードです、バズワード営業トークでこんなもんね、とりあえず言っていましたと、流行りの言葉を言っていましたって、で、まあ、100歩譲って不法行為っては解放同盟も言ってるからまあいいや、別に不法じゃないけどね、まあいいや、まだ言われる分いいけどさ、ヘイトスピーチって言われるとちょっとなんかその、うん、ね、別に枝出てけとか言ったわけじゃないんだしさ、うん、で地名が出回ることでいつ差別されるかわからないと怯え続ける、差別されていても本人はそのことに気づけないという原告側の訴えは、ブラック差別特有の根深さを表しているように感じたのですが、宮部さんはどう受け止めますか。この人解放でもいいんじゃないのこれさ、いやどう受け止めますかって、嘘つくだよって言って、うん、嘘つくなってそれ解放よくもそんな恥ずかしいでもない嘘つくような怯えてるって言って、だったら地元の林保館閉鎖させるよ、あんなもん童話地区の ランドマークなんだから、だってこれ書式があれじゃん、こんな、うん、いつ差別されるかわからないと怯えつ、差別されていても本人はそのことに気づけないって、うん、これ書式があれだって、うん、そんなこと思ってる人間が解放同盟に入ってね、こんな裁判に出てくるわけないだろうって言って、うん、アホでしょって、うん、嘘つくなって言って、そんないやそんなさ、そんな怯えるような人がさ、うん、駐車場さ自分の懐にさ、そんなやるんですか。そんな怯えるような人間がね、そんな同和地区のね公有地の駐車場の金を巻き上げてね、自分の銀行口座に入れたりはしないわね、うん、でそんなね、そのなんか林保館の嘱託職員になったりとかさ、その童話地区の子供にね、ブラグミン宣言とかさせるわけないでしょ、こんなこと言ってる人間が。そういうことなんですよ。だから嘘つくなって言って、根深さも何もさ、うん、いやだからさ、根深いのあんたのやってることでしょって言って、うん、闇の部分は、うん、そんなで、だからそうさ、根深いっていうのはさ、じゃあ具体的にどういう根深さ、その、うん、ちゃんと、いや、うん、いやね、うん、だから本気でそうやって思ってるんだったら、あんた頭がおかしいからね、うん、ちょっとこの神奈川県人権ケアセンターチャンネルを見て洗脳から解かれてくださいとっていうことです、本当に。いやでもまあこれ結局、まあこういうマスコミ人ってこういうこと、だって怯え続けるって言って、全国部落調査でまず100万人ですよあれ、当時でね、うんうん、で当時から今日本の人口多分 1.5 倍ぐらい増えてるんじゃないですか。だから部落の住民多分ね、何百万人単位でいるわけで、うん、ラムザイヤーさんはあんまし人口変わってないって言ってるね、100万人ぐらいだってね今も。変なブラック人口、変なあのなんかフランス防衛局、なんだっけ、フランス放送局かなんかのお兄さんがなんか全国何百万人とかってなんか言ってたけど、うん、なんか あの人たちは何も考えてない。ラムザイヤーさんの推計ではね、100万人ぐらいが残ってて、でなんか100万人ぐらいがさらにそのブラックから離れて溶け込んでるってね、一般社会に、うんうん、でただ100万人もいる人間がさ、紫太郎みたいにさ、それが差別ですとか言ってこう、ね、ワンワン泣きながら言ってたら気持ち悪いでしょ、そんなのがね。太郎ちゃんそんなこと言わなかったけど、そんな部落に行ってさ、あんなニコイチや団地の人間がワンワン泣いてて、そんなね、いつ差別されるかわからないなんて言ったら気持ち悪いですよ、そんなそんなことないですからそんな地域ないから、だから僕はあの実際部落行ってみろって言って、そんなあの、ね、ちなみにね、これなんかほら実際にさ、じゃあまあ何全員が全員かって言われたらそうじゃないし、あれだけどさ、相生町でもさ、うん、最初にその相生町のこういうことがありますみたいな動画流した時に、うん、地元の人たちが、いやおとん、うちの汗出てるって、ごめんなさい、すげえすげえ、そう、うん、そんな感じだったんですよ。でね、部落探訪もね、地元のあのたまにごくたまにうちの部落にも来てほしいっていうリクエストがあるんですよ。だから結構皆さん楽しんで見てますよ。養老町はね、あのテキスト版だけあるんで、まだお散歩動画はないです。そうね、はい、だからあのさ、実はね、その田辺さん逮捕されるって情報が何回かあって、2回ぐらい行って、もう朝から張り込んでたんだけどさ、そしたら声かけてくれるの、地元の人が、いやありがとうございます、でも今日多分いないですよ、え、逮捕今日聞いてないですよとかさ、頑張ってくださいねとかさ、犬の散歩してるのおじさんがさ声かけてくれるんですよ。でその人も相生町住民なんだけど、じゃあそれがさ根深い差別かどうかって話ですよ。そうそう、うん、でブラックで僕地元のおばちゃんとかに聞いてもね、あのね、いろいろ聞くと、あ、ブラック
あのね、何丁目と何丁目がブラックって言われてるとこってね、結構ね、ストレートに話してくれたりするからね。地元の人が、まさにその現地に住んでる人がね。だから、地元、ほとんどの人はそんな、いつだか怯え続けるとかそんな考えないですよ。それは。まあ、それは歴史上の話なんでね。それとさ、面白かったのはね、全国ブラック調査が、出版、あの PDF 版が、はい、あれを、まあ、出る、今から5年前ですけど、いや、その時にね、電話かかってくるんですよ。あの、君らなんてことしてくれたんやんって言って、わしはどこどこのブラックにしてるの、なんてことしてくれたんやんと、君らやってることだな、これは歴史的にな、ブラック解放運動に関するお手を残したいねとかで、わーって幕下ってて、わーって言うんだけど、最終的にね、それでね、ところで、その本、どこで手に入れるのってね、ちょっと、あんた、どこで買えるんやとかってね、読みたいんですわ、結局、その人に、うん。そうそうそう、そうしたもん。でね、もう鳥取で聞いたんだけどね、その全国部落調査の出版にね、その抗議するような集会があるんだってね、あって、でその役員のね、手元のスマートフォンを見てたら、童話地区域見てると、スマートフォンで、その出版に抗議する集会で、あの支部の役員がこうやってこっそり見てると、おー、うちも乗ってるとか、あ、ここもそうなんかとか言って。あ、それとさ、これもちょっとリップサービスで、宮部さんさ、はい、なんですか、とある場所を探訪したときに、とある解放同盟のとある有名な方のとある女性に案内してもらったっていうこともあるから、まあそういうこともあるから、まあ、ああ、うんうん、確かあったね、あったな、あった、そういうこともあった でしょ。だから、まあ全員が全員そうじゃないっていう。だから解放同盟員の人にね、その部落で鉢合わせることもあるんだけど、やめろって言われたことないね。やめろって言われたのは、あの行政職員にはやめろって言われたことある。痛みでね。だけど広島とかでもね、あと、まあ、他にも横浜とかでもちょっとその解放同盟の関係者に鉢合わせたことあるんだけども、うん、そのいや別に取るのは構わんとかね、あそこがいいぞみたいなことは言われてね、で取ったらすぐ帰れって言われるぐらいのことで、その目くじら立ててやめろって言われたことはなかったですよ。むしろ、あの必死になってるのはこの林保館の職員とか、そういう人はやめろって言われるけどね。で、全国ブラック調査のデータは今でもネットで探し出せるのでしょうか。これについてはね、ネットで探し出せます。インターネットアーカイブっていうサイトがあって、インターネット図書館ですね、あそこにありますね。で、Google 検索で全国部落調査とか言っても、最近はね、もう役所のページしか出なくなってますね。Google がなんかもう公共機関のページなんかをね、優先するようになっちゃって、Google では出ない。でもね、Bing とかね、DuckDuckGo とかね、別のサーチエンジンで検索すると結構出てくる。というのが状況です。DuckDuckGo とかね、Bing とか覚えておいてください。そういうのは検索すると、Google 検索では出ないけど、そっちだと出るっていうことがあります。はい。以上かな。以上ですね。全国部落調査事件を差別とは何だろうと考える記事の軸の一つにしたいと思っています。うん。なんかさ、最近さ、Yahoo トピックスもそうだし、新聞もそうだけどさ、もう絶対何らかの形で差別人権っていう記事絶対載ってるよね。必ずもう どうなのかな、あすごい高確率で出てる。ちょっと質問答えましょうか。 Google や Yahoo も、 Yahoo は実質的にあれですね、 Yahoo って実質的に Google と同じエンジン使ってるので Yahoo では出てこないですね。多分探すとすると Bing か DuckDuckGo です。はい、俺 Bing 見てよ。あ、 Bing で出てきます。前ね、はいはい、あとはちょっと質問タイムしますけども、質問なければ終わりにしますけど、何か質問はございますでしょうか。質問あればチャットでお願いします。ハライチの次の探訪予定地はどこですか。ハライチ、あれハライチの最次の探訪予定地ですか。有吉原市は知らんけども、次の探訪予定地なんか古川市に誘われてるんですよね。あれ埼玉県でしたっけ。栃木じゃない、栃木でした、古川って、うん、あそこなんか案内してくれるっていう人がいるから行ってみようかと思いますね。
だから次は古川かなっていうふうにしてるんですけど、ちょっといつになるのかわからないです。緊急事態もまだ続いてますしね。で、今日の裁判の手応えはどうでしたか。傍聴者は解放同盟関係者ばかりでした。まあ、手応えって言ってもね、本当裁判ってなんか形式的なものでね、ただ読み上げるだけで手応えも何もないんだけど、ただなんか帰り際になんか差別者とか言ってね、罵声浴びせた人います。差別者だ、ヘイトスピーチだって言って、本当ボキャブラリーがないなって感じたんだけど、だけどね、そのことはね、ちょっと解放同盟も同情するんだけど、言ったやつとはね、それ最後騒いだ人、どう考えても同盟員じゃなくって、いわゆるね、なんかその反差別とかのそういう運動家みたいな、なんていうかな、若い子のそういうこう、うん、なんていうかな、お気持ち左翼みたいな。そうですね、同盟員じゃないような感じ、ね、解放同盟の人はそういうことはしないから、うん、まあ、裁判中にね、例えば、おい、違うだろみたいなことは言うけども、ああいう形での言い方はしないと思うから、運動家みたいな人がわーっと言ったんだけど、いや、あんなことさ、言ったらさ、解放同盟のやつってやっぱり、ああ、こういったマナー悪く、そうですね。うん、だからすごくマイナスな行為だと思いました。傍聴者は解放同盟関係者ばかりですが、だらけですよ。だらけですね。ただ何人か報道の人もいましたね。朝日新聞の北野さん来てましたね。あと何人か、もうちょっと記者の顔見た。同和の会長一般も原告ですか。あ、岐阜のことかね。同和の会長って、岐阜県連の人はまだ刑務所なのかな。そろそろ出てるのかな。どちらにしろ原告じゃないですね。滋賀県アイヌは民族なの、部族の被差別面になる。あ、これいろいろアイヌに関してはね、またちょっと別のテーマになるんで、今回は童話の話だけで、ややこしいんで童話の話だけで、まあ、でも千秋なんかやりますんで。そうですね、はい、滋賀県自転車操業の地、滋賀県にはもう来ないのですか。いや、滋賀県はまだ田んぼをし尽くしてないんで、いずれまた行きます。菅の端末はどう見てもエセ童話と思うのですが、どうでしょうか。あの人の生まれたところさ、だって親戚の人がそんなんやってないでって、お父さんもそんなの やってへんでして言ってたし、あと近所のどう考えても私だと、菅野さんで僕のより一個下なんだけど、まあ要するによく遊んだって人がね、あいつそんなこと言っとんのっていうふうなことを言ってたから。あ、そうなの、うん、違うのかもね、うん、私はもう全然そんなあの人の解放同盟説は信じてません。住み末が住んでいた何ですか、牛丘沼って言うのかな、ブラ、ちょっとね、今言われてもちょっとすぐに出てこないですね。ブラック解放同盟はあの活動で給料みたいなのもらっているのでしょうか。それ先住者も先住の事務員ももらってると思いますよ。大したお金じゃない。あとはまあ事実上ね、林保館の職員とかで指導員とかやりながら税金でお金もらってる人とか、まあそんなところでしょうかね。身の危険はありませんか。別にないですね。渋垣隊最近はないけど、昔は結構絡んできたね。うん、行ってみたとかね、一番好きな部落はどこですか。いや、いろいろありすぎてね、好きっていうのもどういう意味でっていうので、俺高取、高取、うん、ここはどこかな。どうなん、例えばまあ住んでみたいとか言うんだったら、違う、高取じゃないわ、あれ、うん、あれやん、ほら、ほら、森越企画、森島企画、あ、森島の、あ、え、森島、え、奈良の、あ、だ、吉田町じゃない、え、知らないけど、ああ、あれ、森島企画のとこ、ああ、パルテノン銭湯、名倉、あそこはすごいインパクトある。 あそこはすごかったな。僕個人的にはね、僕はあの日の出かな、日の出、あ、日の出も、日の出、うん、日の出、あそこはね、何が嬉しいって、新幹線にすぐ乗れるから、すごい交通の便がいい。だから僕住むとしたら日の出おすすめですよ。新大阪駅近くの部落、ここはあそこは一押しです。次は担保して最も面白かった地区、面白かったって言えばやっぱりあの、やっぱベストはね、あれあれあれ、あの堀田万蔵商店がある、あれ、樹木寺、あれ、あの、ニコイチにグルグルストリートビューカーっていうのは、あれはすごい面白かった。あとは、ビジュアル的にすごかったのはね、トラヒメでしょ。いや、トラヒメよりね、あの、芸術性っていう点では、やっぱりあの、あれだ、ドラゴンフラワー、ね、ドラゴンフラワー、あの、下流家ですね。ドラゴンフラワー、ちょっと。すごいですよ、あれ、すごいインパクトあります。ビジュアル的にすごいです、ドラゴンフラワー、あれは。なんか、あの、ほら、
フランスの別荘地みたいな感じで、すごいこう、なんか、うん、僕はなんか、すごいです。あれ一遍一遍行ってみるです。うん、下流では。すごいです、あれは。芸術的です。はい。ベスト3、もう一つ挙げるとしたらどこだろう。どこある、でも難しいな。面白かったっていうと、あ、でもやっぱ未指定地区をね、熱海の未指定地区、熱海の和田木の未指定地区、あれまで発見するのが面白かった。地元のね、人のうちのところに泊めたら怒られて、だけどそのおっさんに怒られたんだけど、おっさんにこの近くに差別されてた村があったみたいなんですって聞いたらね、教えてくれたんだよね。あのギャップが面白くてね。香川のあそこもすごかったね。香川っていうところです。香川でなんかさ、地元の人に案内してもらった。あれは徳島じゃないですか。あ、徳島だ、徳島だ、ね、徳島、うん、二人のその勇気というか、もうそれはもう、あの、これもジャーナリズムの原点ですよ、ね、そうなんですよ。そこに部落があるからですよ。田んぼは大体僕一人で行くことが多いですね。最近のブラタンは農村田んぼになってる。ああ、やっぱりニコイチは並ぶ。そういうのも見たいんですね。でも学術的にはやっぱ農村っていうのがやっぱ興味深いんですよね。いや、でもやっぱり文化住宅マニアはいる。文化住宅マニアはいる。やっぱビジュアル的にはやっぱ都市部がいいのかなっていうふうに思うんですよ。やっぱりあの、ニコイチ郡のその。山口県の山の中はね、あそこもう一回行ってみたいですね。奇獣楼ですよね。あの、お墓がポツンとあると、廃村。前歯さんに一言って。前歯さんに、あ、津市の前歯市長に一言お願いします。そうだね、だから前歯市長、一言では難しいな。難しいけども、でも前歯市長、前歯市長、今から挽回できるとすれば、童話事業廃止を表明しましょう。あ、もうそれからもうとにかく、今までこれほど津市はこんなことも過去ありました、こんなこともありました。だからあの人だって、慶和地区の人間なんだから。うん、だからもう洗いざらいって、うん、ね。でもね、今回の件は童話事業というのが根底にあるんだから、もうね、あの辺りもね、慶和地区の高須があの辺ももう普通の地域というように扱いますと、もう市民の皆さんに疑念を持たれるようなことはいたしませんと、うん、という方向性を示せば、もう多分職員の人はね、相当これだけでも楽になる。でもあのホワイトデーのチョコの件でもう手遅れかもしれない。まあ逮捕とかじゃないけど、まあ少なくともあれだよね、もう次ないね、かわいそうに。県議会、もうね、支援してもらえないでしょ、あれ。あそこまでみっともない状態を晒してしまったから、もう地元の人も支援してくれないでしょ、あれだと。なんか県知事狙ったみたいだけど、まあ無理だわね。もう無理です。富田林若松の市営住宅、もう一棟建てるんだ。証拠りもないですな。まだやんの？部落でオフ会の開催予定ありますか？コロナなんで難しいですね。前ちょこっとやったけど、うん、まあまたコロナ収まったらやるかもしれないけど、でもこれからはね、どんどんオンライン化を進めていくべきだと思うんですよね。次、大阪の屋台荒本がかなり発展したと思うんですが、国際花の博覧会では裏解放同盟に猛烈反対。いや、僕知らない。花博に反対があったっていう話は僕知らないです。でも花博とかって基本的に左翼の人ってやるんじゃないの、うん。神戸市東垂水は部落ですか？ちょっと今すぐ調べるのは難しいんで、ちょっと即答はできないです。オクラ入りになった田んぼ動画、他に何本あるんです？確か3本ぐらいあったような気がする。それは発見できなかったっていうやつね。ああ、なんだ。桑名市のニコイチ田んぼをしてください。桑名市確か一回やったと思いますよ。うん。桑名やってるよね。うん。別のところもやってほしいっていうんだったら、やろうかなと思います。桑名もまだ他に部落はあるんですね、確か。部落の資料集めはどうやっているんですか？国立国会図書館にいろいろありますよ、やっぱり。なんだかんだで。で、やっぱり全国部落調査はすごく重要な情報源です、確かに。高知の赤岡いいですね。高知一度行きたいですね。高知面白そうですね。ということで、質問なければもうそろそろ。そうですね。終わりでいいですか？三重県もまだありますよ。まあ、行きましょう。いや、三重なんてお宝ですよ、うん。まだこれが、あのね、ちょっとね、次元車の前、ちょっと三重ネタ多くてしょうがないんだけど、ちょっと今は、あのね、ほんとあそこ面白いんですよ。政治的に面白いし、うん、右翼、左翼とかそういう点と、で、三競争もある。とにかくあそこ面白いから、うん。ほんとに面白い。あ、で、まだ笹川良一も話出てるから、
ちょっと皆さんすいません、読者の方はちょっとしばらく津市というか見えネタ増えるかもしれないですね。スージンはどう、スージンは結構なんか YouTube で検索したら出てきません？うちがあえてやらなくてもっていうのがある。いや、スージンちょっとね、そうですか、いや京都駅近いんで別に見ようと思えば結構皆さん行けると思うんです。ちょっとサービス、あ、そう、一応これ住所とか書くかもしれないかな。あ、数人協議会、数人協議会から年賀状をいただいてますんで、また、はい、また行くと、またちょっとまた怖い、ちょっとね、しばらくちょっとやれてなかったんで、また再開します。横浜の七島町、横浜は全部未指定地区だからな、七島町って部落なんですか、僕知らないです。少なくとも全国部落詳細には載ってないですね。日立就職差別事件、あれは部落じゃなくて在日ですね、うん、これもいろいろ裏があるんだけどね、あの事件も。だけどちょっとこれは部落とはまた別なんで、また琴浦さんの続報、琴浦さん今どうなってるんだろう、すみません、続報まだないです。やっぱり東北ってあまりないです。そうです、東北は少ないですね。前歯さんもそうです、その通りです。下味のはやらない、下味のね、どうしようかな、下味のどうせ最後の最後に取っときたいっていうのもあるけども、もし鳥取に行く機会があったら下味のやってもいいかもしれない。三重県はネタの方向、三重ネタ本当に見えすごい、うん、本当すごい。そうです、大手企業の人事は部落地図持ってますか。いや、持ってないんじゃないかな、絶対知らんでも、何も知らんでも、うん、何も知らんですよ、うん、ただね、何だったっけ、某大手自動車メーカーの営業の人はね、なんかその要注意地区の地図持ってた。あと NHK もなんか持ってるみたいですね、地域によっては。ここは営業行くときは気をつけろっていうのが。今どうか知らない。ただ昔あったらそうです、そういうの確かに。だか田んぼにあったじゃん。なんか NHK 撃退シール貼ってたとか、あれどこだっけかね。ああ。最近あったよね。ただ NHK もね、さすがに未指定地区までは把握してないんじゃないかな。そのメジャーな動画地区は把握してたんじゃない。なんか数字の動画あったけど、NHK はね、うちには集金に来ないみたいなこと、地元の人が語ってる動画ありましたよね。連合赤軍の話ありますか。これね、ちょっとね、今ね、面白いイベントの、お誘いがあるんで、まあ、やるかどうかは分かんないらしいんですよ。またそれやったら、また報告記事出しますんで。はい。八女市立花町もいずれお願いしたいです。立花町もいい、まあ、遠いからね、難しいな。泉南地域に来られますか。あ、泉南地域興味があります。小林健二と有田芳樹に対抗する全国部落解放協議会の今なぜ発見になったのですか。まあ、裁判所に言うには全国部落調査と同じだって言われたんですね。津市被災北口とかすごいですね、ピンポイントで来ましたね。わ、津市被災北口、確かにね、ちょっといろいろ聞いてますわ。そこはね、確かにね、はい、いろいろうん、確かに行ってみる必要あるかもしれないです、はいはい、ちょっとそれは検討します。今企画したんだけど、結局どうなったのですが、録画配信もするんで、後で見れますので、ご安心ください。あ、ちなみに判決はね、9月27日です。私たちは行っても行かなくてもどっちでもいいそうです。はい。次に、桑名市役所に来てください。楽しいものがたくさんください。あ、そう、桑名市の市役所には行ってないですね。桑名行ったことあるけど、市役所には行ったことがない。なんか桑名の市役所の前になんかセンターなかったかな、なんかあるんですか、そこ。あ、センターがあって本読んだことあったけど。そうです。やめし来たら帰れんぞ。帰れんぞってどういうことだろう。いや、なんかひどい目合わされる的な。いや、でもあそこなんか随分回ったよね、うん、ほんとすごい。もう歩いて相当いろいろと回ったけど。はい。休日はブラックグルメ探訪しています。今5時45分どうします、そろそろ終わりにしましょうかね。はい、さすがにもうすぐ6時ですので。あ、でも予想外に、でも今清水さんいい声ですって言われて、まあ、ちょっと超嬉しい。僕自分の声が死ぬほど嫌いだから、こういうとこ話聞くんですよね。そんな悪い声じゃない。いやいや、もう死ぬほど嫌いなんですよ。だから嬉しいです、そのこと言ってもらって。はい、でも259人なんで、こんなに聞いてもらえるなんてありがとうございます、はい、ということで今日は、全国部落調査事件の、はい、裁判がありました。次回はですね、9月27日に14時か午後2時に判決があります。あ、でもそう、まあライブとかはなかなか、ほら
寿司の話とかまたなんか、そうですね、ライブはまたやりますので、はい、今度はもうちょっと、ね、ちゃんと準備してやろうかと思います。はい、ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。皆さんどうもすみません。はい、終わりです。はい。終わり。OK。ありがとうございました。